素粒子物理学の観点から見てパラレルワールドは存在しますか存在するかどうかはもちろん分かってはいないんですがあってもおかしくないねって言われてますある説によると実は宇宙の数というのは1の後に0を500個も並べたぐらいあるんだそれぐらいパラレルワールドがあるんだという説がありますなんでそんなことを考えているかっていうとどうも今の宇宙を見てみるとできすぎなんですねこんなうまくできた宇宙これはちょっとありえないだろう そう思う思ぐらい出来過ぎなんですですからある説では宇宙っていうのはもう下手な鉄砲を数打ち当たるでたらめにたくさん作った中でたまたま一個ぐらいうまくいったっていうのが私たちの見てるこの宇宙じゃないかそういう考え方があるのでパラレルルワールドあっててもいいいんじゃないかと思われてますでもパラレルワールドを見た人はいないので本当のところはまだ分かっていません。